はい、今日はルピシアの福袋を購入してきたので今から紹介します。じゃあお願いします。まずは福袋の今回のラインナップです。これが福袋のチラシですね。これに今回ルピシアで販売された福袋の一覧全部載っています。毎年一緒なんですけど、松竹梅で1万円、5000円、3000円の紅茶の福袋があって、ティーバッグのタイプとあとリーフのタイプ2種類が出ています。で、フレーバーに関してはノンフレーバードっていう香料をつけてないのや、逆にそのフレーバード香料をつけてあるやつのみ、でもしくは日本茶とか中国茶なんかを混ぜた、バラエティなタイプの、3種類かな。でその3種類の紅茶の福袋があります。で今回私が購入しましたのはこちらです。はい、縦の8番紅茶のフレーバードのタイプ、ティーバッグのものを選びました。はい、こちらは5400円の福袋になってまして、5000円以上の福袋にはおまけがついてきます。3種類のおまけから選べて、その中から私がいただいたのは、はい、こちらの紅茶の詰め合わせを選びました。ティーバッグセット15アイテムってなってます。こちらのおまけはね、人気のお茶ティーバッグセット15種になってまして、白桃ウーロン食品やロゼロワイヤルなど人気のお茶の詰め合わせってなってます。こちらをいただきました。で、こちら、メインですね。縦の8番の紅茶フレーバード今から見ていきましょう。どんなフレーバーが入ってるかな。1つ目は夢です。バラの香りやバニラやフルーツの香りもついているフレーバードティーです。夢です。はい、2つ目はこちらロゼロワイヤルスパークリングワインの香りにイチゴのフレーバーがついてます。で3つ目はクッキーです。クッキーをイメージした甘い香りです。アーモンドもブレンドされています。4つ目はカシスブルーベリー
カシスとブルーベリーをブレンド。5つ目、キャラメレ、アーモンドが隠し味の甘い香りの紅茶。6個目はグレナダ、グアバで香り付けした南国らしいフレーバーです。美味しそうですね。はい、次7個目はウェディング、フラワーシャワーをイメージした紅茶ってことなんでお花の香りがついてますね。8つ目、ネプチューン、蜂蜜に漬け込んだフルーツのフレーバーです。変わってますね。はい、9個目はアップルティーです。この辺は定番ですね。で次10個目、アルフォンソマンゴー、マンゴーも好きなんでこれいいですね。美味しそう。10個目たくさん入ってますね。はい、いちごです。次はさくらんぼ、はい、これも美味しそうです。で次はマスカットで、次は白桃、次で最後です。こちらアールグレー、下の方に入ってるのはオーソドックスなフレーバーのものがいっぱい入ってましたね。おまけでいただいたこちらのティーバッグのセット15アイテム、どんなフレーバーが入ってるかな。セカンドブラッシュって書いてあります。で次はこれはアッサム、セイロン、ティンブラ、アフタヌーンティー、アールグレー、アップルティー、ロゼロワイヤルで、こっち、夢、あ、これもさっきありましたね。で黄金系、深蒸し緑茶、お前様、グレープフルーツ、白桃ウーロン極品、抹茶黒豆玄米茶、ピッコロ、なんだろう、ジンジャー&レモン、なんとかって書いてある、ジンジャー&レモンだって。はい、以上ですね。15種類、全部違うフレーバーのお茶が入ってましたね。で、そのフレーバーの説明が全部入ってるのかな。ダージリンザセカンドフラッシュ、紅茶のシャンパンと称されるダージリンだって。でさっき何だったんだろうね、あの最後の情報分からんかった。あ、これね、ジンジャー&レモンマートルってやって、全部説明が入ってるんでね、どんなフレーバーかなーっていうのをね、見ながら飲むことができますね。はい、では今回はルピシアの5400円の福袋の紹介をしました。5400円で15袋も入っているすごくお得な内容の福袋になってます。1つの袋あたり10個のティーバッグが入ってますので、150杯分の紅茶を入れることができます。定番のものからちょっと変わった不思議な味まであって、毎日のお茶の時間が楽しみになりますね。ルピシアの福袋は結構量もたくさんあって、お正月も売っ
ってるので、気になる方はぜひルピシアの福袋を買ってみてください。